どうも皆さんこんにちは、ケージチャンネルです。今日の動画はですね、いくつかのゲームニュースをまとめてお届けする動画となっております。見出しやタイトル結構ねインパクトのある動画のタイトルや見出しになってたと思うんですけれども、ファイナルファンタジー7リバースの売り上げは前作であるリメイクに比べて 30% 減少しているんだそうです。え、マジかよ。ちょっと待って、マジなんですかね。あんなに面白いのに、前作よりも変な話面白いような気はするんですけれども、評価もリメイクの時より高いはずなのにリバースの方が売れてないんですか。っていう話はですね、これイギリスでのパッケージ売り上げの話となっております。ダウンロード版、デジタル版は含まない類型になっておりますので、ご留意ください。まあ、とはいうものの前作下回っちゃうんだ。まあ、4年前となってくるとダウンロードやパッケージ比率ってそこまで大きくな違いはないかなっていう感じがあるんですけども、ただね、イギリスに関してはここ数年の間でもより顕著にデジタル化が進んでいるので、いろんなゲームの続編が、前作よりも何パーセントダウンっていう話題はしょっちゅう出てきます。あと FF7 リバースのモーグリが熊吉に似てるんじゃないかっていう話題もしょっちゅう出てきます。いや、ちょっと待ってくれよ。そうやって言われたらめっちゃ似てるな、おい。いやいや、待って、これモーグリが可愛くないとかじゃなくて、ちゃんと動いてるモーグリ見てください。動いてるモーグリは可愛いんです。なんか止まってる画像はめっちゃクマ吉。ただしですね、ファイナルファンタジー7リメイク発売当時は、コロナ禍によるロックダウンの最中であったっていうところも考慮すべき点としては大きいかもしれません。より一層ゲームが売れてたタイミングではあるんですよね。ちなみにですね、日本の売り上げの発表はまだ行われてないんですけれども、日本だとですね、前作ファイナルファンタジー7リメイクは初週パッケージ売り上げが70万2853本なんですよね。まあ、ぶっちゃけ言うと今そんなにパッケージ売れませんね、おそらく。と言いますのも、その当時の PS4 の普及台数は900万台ほど。現在 PS5 の普及台数は日本国内530万台という形なので、まあ、大体6割ぐらいなんですよね。なので、まあ、あの初週パッケージ売り上げが70万の6割ってなってくると、まあ、42万本とかそれぐらいになってくるかなと思います。それこそね、去年の6月に発売されたファイナルファンタジー16は初週売り上げ33万6027本っていった形だったので、まあ、それを超えてくるかどうかっていうところが一つポイントになってくるかと思います。いや、ただね、それでもちょっと難しい点があって、ファイナルファンタジー7リバースって要は前作ありきなんですよね。前作遊んでない人がいきなりそこから始めるのってちょっと難しい点もあるので、初動は前作よりも下回る可能性っていうのは十分にあるかもしれません。いや、だって今からリメイク始めますっていう人だっているわけじゃない。なんかセブンリバース面白いっていう評判を聞いて興味湧くんだけども、まずリメイクからかっていう方だって絶対いるわけですからね。まあ、中にはですね、セブンリバースから来ちゃうっていう人もいると思うんですけど、そういう方におすすめなのは前作セブンリメイクのまとめ動画を作ってますので自分の動画をさりげなく宣伝していくんですけれどもね。まあ、何はともあれですね、非常に評判のいいゲームなわけですから、売り上げの動向もちょっとやっぱり気になってきますよね。イギリスではパッケージの売り上げが前作を下回りました。果たして日本ではどうなってくるのでしょうか。日本のパッケージ売り上げはもう間もなくですね、集計が発表されるかと思います。スクエニからなんか発表されないのかね。FF16 はね、1週間経ったタイミングで300万本突破っていうね、発表がありましたけれども、そのような発表はセブンリバースは行うのか行わないのかっていうところもちょっとね、そろそろ来るんじゃないかなって、ちょっとドキドキしてるタイミングではありますが。じゃあ続きましての話題いきましょうか。なんかね、ゲームの発表会が今月もあります。まずはこちら、Xbox パートナープレビュー。3月7日の3時から、放送予定となっております。AM 3時なんで、ちょうど夜中ですね。いや、これね、日本語字幕放送もあるみたいなので、ちょっと徹夜してみる価値あるかもしれませんね。発表内容としてはですね、カプコンやネクソン、エレクトロニックアーツなどのパートナータイトルが発表されるそうです。で、カプコンに関しては、国津神、パスオブザゴッデスが発表されるということはもう事前に発表されております。他にもなんか発表するかな。あとは、ザーオ、ケンゼラの物語。ザ・ファーストブレイカーズ・火山。
あのね、このファーストブレイカーズ火山はちょっと私すごい気になってまして、アラド戦記のアクション RPG になっているんですけれども、まあちょっと歯応えのありそうな感じのアクション RPG で、ちょっと私の好物なやつなんですよね。ちょっと気になっておりますが、それ以外にも独創的な新作タイトルの発表もあるということで、放送時間自体はトレーラーやゲームプレイ合わせて30分以上の放送になるんだそうで、結構こってり見せてくれるかと思います。今年の夏頃とか後半あたりに果たしてどんなゲームが出てくるのかなっていうところは、今の段階でまだ結構ね、不明確なものすごく多いんですよ。なのでそういったものを期待しつつ見てみるのは価値はあるんじゃないかなと思います。去年行われたこのパートナープレビューではメタルギアデルタとかが発表されてたりするんですよね。何が来るか、メタルギアのその続報とかもありえるかもしれませんよね。そしてですね、 Xbox パートナープレビューだけではないんですよ。その翌日、カプコンハイライトが行われます。これはカプコンのゲームメーカーの発表となっておりまして、しかもこれね、今回2回に分けてやるんですって。1回目は3月8日 AM 8時朝です。朝の一番バタバタしてるタイミングですけれども、2回目が12日、これも朝7時となっております。この2回に分けての放送となっております。でもって内容はある程度もうすでに発表されておりまして、まずですね、3月8日、1回目の回はドラゴンズドグマ2と国津神、この2つの内容をやってくるそうです。そして2回目の12日に関しましては、ストリートファイター6、エグゾプライマル、モンスターハンターストーリーズ、モンハンナウなど新情報だそうです。などって言われるとね、なんか他もあんのかな、なんかあんのかな期待しちゃうかもしれませんけれども、モンスターハンターワイルズの情報はないらしいです。ないらしいです。なんか事前に言ってたらしいです。公式のページにはでも書いてないんだけどね、なんか海外のメディアには、ワイルズの情報はないよって事前に言ってましたみたいなことが書かれておりましたね。多分ないんじゃないでしょうか。あったらごめんね、あったらごめんね、そんなこと言っといて。この分け方を見るとですね、まあ、1回目の放送がこれから発売する、新作ゲームで、2回目の放送はすでに発売されたタイトルのアップデート情報という形になるかと思います。あ、いや待って、モンスターハンターストーリーズはこれから発売か。これは過去に発売されてたやつのリメイク版が今年の夏でしたっけ、発売予定となっておりますからね。ちなみに2回目の放送が行われる3月12日にはですね、時間を変えてモンスターハンター20周年記念スペシャルが放送されます。そちらは夜20時からとなっております。あのモンハンの放送はね、日本をターゲットとした放送になっているみたいです。もう間もなく発売されるドラゴンズドグマ2なんですが、評判めっちゃいいです。と言いますのも、先日ですね、ゲームメディアなどに3時間のゲームプレイができる、そのハンズオンが行われたみたいです。まあ、メディア集めてプレイしてみてくださいっていうような、そういうプレビューが行われたみたいです。人気のインフルエンサーの方もそれに参加できてる方いらっしゃるみたいです。え？刑事チャンネルは呼ばれなかったのかって。いや、俺人気ないから。せいせい。いや、俺人気の、じゃあ人気のある人たちが呼ばれるんです、そういうのは。人気のない人は呼ばれません。まあそういう自虐ネタは置いといてですよ。まあどんな点に関して評判がいいのかっていうところに関しては、まあ3時間ほどのプレイでもあり、まあゲームメディアごとに言ってることはそれぞれ違うので、まああえてちょっと端折りますけれども、3時間プレイしただけですでにカプコンのヒット作がまた一つ増えたんじゃないかって言ってるメディアもあれば、これはゲームオブザイヤーどころじゃなく史上最高の作品になるかもしれないよってちょっとすげえ大げさに言ってるところもあったりします。いや、これはもう見出しにするためにちょっと大げさなこと言ってんなこらって思っちゃったりもするかもしれませんけど、そこはまあ YouTuber の私も人のこと言えないんで、あえて言いませんけど、またある記事ではドラゴンズドグマ2は2024年の画期的な RPG になる可能性がというような見出しともなっております。まあ正直ね、ファイナルファンタジー7リバースが発売されてちょっとハードル上がっちゃったなっていう感はあったんですよね。いや先にすごい面白いゲームが出ちゃうと、なんかどうしてもハードル高くなっちゃうところあるじゃないですか。しかしそのハードルをものともしない可能性があるかもしれません。日本のゲームメディアでもそれらの記事が出てたりするんですけれども、プロデューサーやディレクターなんかへの、インタビューの記事なんかもあったりしまして、
それ見てるとですね、まあいかにその継続して作り続けることって大事なんだろうななんていうのをちょっと感じちゃったりもしました。ドラゴンズドグマ2は前作ドラゴンズドグマ1で、まあ不完全燃焼だった部分を改良しているようなことが記載されているんですよね。まあ例えばオープンワールドのあり方とかね。まあドラゴンズドグマ1が発売された当時は本当にオープンワールド初期も初期のタイミングだったので、まあできることとできないことが限られていたわけですよね。まあそれこそ街の中に入るときに一旦ロード挟むとかっていう、まあオープンワールドって言えんのかみたいな状況になっていたりですとか、まあ今作ではしっかりとロード挟まずにそのまま街に行けちゃうっていうね。まあそういうこと今でこそ当たり前みたいな形でやってますけれども、それって結構やっぱりすごいことなんだよななんていうのをね、ドラゴンズドグマ2のそれらの関連の記事を読んでると感じたりもします。でなおかつね、このドラゴンズドグマ2はどうもですね、すごく一期一会的なゲームになりそうと言いますか、プレイヤーそれぞれでなんかその全然違った冒険が待っているような形になっちゃいそうです。いや例えばその街とかに、まあ、モンスターが襲撃してくるみたいなことがあるらしいんですけど、そういった戦いの中で NPC が死ぬこともあるんだそうです。要はこの NPC お気に入りだって思ってる NPC が死んじゃったりするわけなんですよね、なので死なせたくない場合は一生懸命守ったりとか、まあ、死んだとしても生き返らせる方法はあったりもするみたいなんですけれども、どうもですね、決まった道のりをただ進むだけのゲームにはならなさそうですよね。で、そういうゲームの場合何が起こるかというと、繰り返しプレイしたくなるとかっていうことが出てきちゃうんですよね。で、なおかつドラゴンズドグマ2ではもうすでに公開されておりますけれども、様々なジョブが用意されておりまして、それらのジョブは個性的であり、どれか一つが最強とかはなくって、それぞれにプレイフィールが変わってくる。どれを使ってもそれなりの感情が湧き立つようなものになっているということなので、まあそういう説明の段階でもうすでに好物なんだよね。ね、もう面白そうだもんね、そういうの聞くだけでね。まあ非常に期待の一本でもありますし、先駆けて行われたですね、メディアへの3時間のプレビューなんかではどのメディアも、非常に評価が高いという状況になっております。なんかね、メタスコア、フルプレイのレビューとかはね、3月22日頃に解禁なんだそうです。なので日本時間だと23日とかになるかなと思うんですけれどもね。まあそういったところも解禁されたらまたちょっと動画で取り上げていってみたいかなと思いますので、楽しみにしていてください。次の話題はですね、だいぶ雑な話題となっておりますので、ご了承ください。雑だよ、雑。ゴースト・オブ・ツシマのパソコン版の発表がもう間もなく行われるかもしれないとのことです。3月に発表されて、6月から7月ぐらいに出るかもしれないみたいな話も出ております。パソコン版の噂って前もちょっとあったような気がするんですけれども、なんかね、日本時間の日付だと3月6日ぐらいに発表されるかもって言ってたんですよね。どうです？今、3月6日ですけど。発表されましたか？発表されました。今の段階ではまだされてません。撮影段階では。ちなみにこの発言はですね、Xbox エラっていうゲームメディアの設立者の方が発言しておりました。で、なんでそんなにその発言に注目するのかというと、ちょっと前にですね、ステートオブプレイの内容を大体当ててたっていうことがありますので、今ちょっと発言に注目がいってたりもするところではあります。それだけじゃなくてですね、ゴーストオブツシマ2が5月に発表されるかもしれないっていう話題が海外の方でにわかに沸き立ってきております。その辺に関しては何を根拠に言ってるのかっていうのがちょっと分かりかねてしまうんですけれども、なんかプレイステーションショーケース的なものが行われるので、そこの内容で発表されるかもしれないっていう話題がちらほら出てきております。まだなんかゲームメディアが取り上げるような内容とかまではなってないんですけれどもね、ただですね、 SIE は今年度じゃないや、2024年度か、2024年度に、大型 IP、既存の人気 IP の新作を出す予定は今のところないと言ってますので、まあ、仮に5月に発表したとて、しばらく発売は先になるかなという形にはなるかと思います。ただ、正直プレイステーションもなんか発表はしてほしいかなってちょっと思っております。スパイダーマン2以降、次の SIE の大型タイトルが、やっぱ何にも発表されてないのはちょっと寂しいんですよね。まあ、デスストランディング2があるじゃないかって言われたら確かにそうなんですけれども、まあ、SIE のファーストパーティータイトルのスタジオから送り出されるゲームってどれもクオリティが高いので、そっちの方にもちょっと期待しております。順番的には確かにゴースト・オブ・ツシマ2な気がします。まあ、ゴースト・オブ・ツシマ2というかですね、サッカーパンチスタジオの新作っていう言い方の方が正確かもしれませんね。皆さんはゴースト・オブ・ツシマプレイされましたか？まあ、このチャンネル見てくださってる方はプレイしたっていう方の方が多いような気がしますけれどもね。
ちなみにゴーストオブツシマのメタスコアは83点。なんかね、あの我々日本のユーザーの感想とはだいぶ乖離が見られるんですよ。日本では非常に評価の高いゲームなわけですから、これって日本だけ高評価のパターンかな。いやほら、海外が作るゲームで日本が舞台となっているっていうところもあって、ちょっと嬉しさも感じて、より楽しく感じたっていうところもあるのかな、これって思って、ユーザースコア見てみたんですけど、ユーザースコアは 9.1。 海外のユーザーもこのゲームは好感触なようです。メディアの評価はそこそこいい、ユーザーの評価はめっちゃいい。でこの違いってどこから来るのかって、その理由はゴーストオブツシマをプレイすると、でも少し感じるところありますよね。ゲームとしてね、物語やアクション剣撃はめちゃくちゃ楽しいですし、各地のロケーションはめっちゃ綺麗なんですけれども、人々が生活している部分の作り込みが極端に弱いと言いますか、まあ、同じような家が何個もね立ち並んでますし、同じような家は全部ボロいです。まあ、その時代背景考えたらそうなるのはおのずと仕方ないんですけれども、そういった部分がちょっとメディアの評価のマイナスになってしまっている点はあり得るのかなと思います。ゆえにですね、これドラゴンズドグマ2の時との話につながるわけじゃないんですけれども、前作作っててちょっとこう物足りなかったなとか不足に感じたなっていう開発者が思うところをこう改善して新作にすることでより良くなるっていうパターンがゴーストオブツシマにも結構期待できるんじゃないかなと思っております。なんかゲームってさ、毎回新しくしちゃうじゃないですか。その全く新しく作り変えて新作にしました。それって結構やっぱり作るのも大変だし、なかなか難しいじゃないですか。前作で使ったものとかうまく新作にも持ってきて、それを改良改善するような形でやっていくと、まあより良いかなだってね。これはファイナルファンタジー7リバースにもちょっと感じたりはするんですけどね。まあなんていう風にちょっと感じちゃったりもしております。まあそれだけね、 AAA タイトルのゲームを作るっていうのは大変なことですからね。ということで次の話題につながっていくんですね。これがワーナーブラザーズが、AAA タイトルの開発から撤退するみたいな見出しでゲームメディアが記事にしておりまして、ちょっと待ってくれよ、何が起きたの。それこそね、先日の動画でも今ゲーム業界が非常に大きな困難に直面しているみたいな話題がありましたけれども、そこと直結するんでしょうか。ゲームメディアが抱えている大きな困難みたいなことをですね、まあ、ゲームのメーカーが言ったりするんですけれども、その困難って何っていうのは割とくっきりとは誰も言わないんですよね。なのでユーザーからすると果たして何のことを指しているのかっていうのがちょっと分かりかねるんですが、じゃあこのワーナーブラザーズの件は一体どういう話なのかっていう話なんです。こちらはですね、モルガン・スタンレーのカンファレンスでワーナーブラザーズのゲーム部門の CEO が発言した内容が話題となっているようでして、発言した内容としては、AAA の開発から徐々にライブサービスに注力していくというような内容のものとなっております。ワーナーブラザーズのゲームといえばですね、ここ最近だとスーサイドスクワットがですね、失敗しておりまして、いやどうやらあれ失敗みたいなんですよね。CEO の方もですね、あのゲームは期待に応えられなかったというふうに発言してますので、しかしですね、去年2023年にはホグワーツレガシーが最も売れたゲームとなっておりまして、ここ数年、いやここ十数年、1年で一番売れるゲームって毎年コットなんですよ。まあレッドデッドリデンプション2が出た時だけは違いましたけど、要はアクティビジョンかロックスターゲームズが毎年一番売れるゲームを総なめにしていたんですけれども、それを引きずり下ろしたのがワーナーブラザーズゲームズのホグワーツレガシーでした。これはゲームの歴史から見ても非常に大きなことだったんですけど、そういった功績を残しているのになぜ、CEO の発言をさらに見ていきますと、今は数年ぐらいのペースで当社のフランチャイズをコンソールもしくはパソコンベースで出していましたが、そこから徐々にですね、基本プレイ無料でさらに拡張機能のあるものにしていくことで、より多くの人によりたくさんの時間プレイしてもらうことを目標とするというふうに言ってるみたいです。なんかね、最初にも言った通り、一部のメディアでは撤退っていうような見出しとなっておりましたが、どちらかというと撤退っていうよりは依存度を下げていくというような計画のようにも聞こえますね。多額の開発費や長い開発期間を経て大きく売れるのは最初の1年だけっていうところがやっぱり大きなちょっと問題の焦点となっているようでして、例えばフォートナイトだとかエーペックスみたいなゲームは
もう何年もサービスを続けておりますし、毎年大きな収益を得ていたりもしますよね。莫大な開発費をかけて、じゃあどっちがいいのかって言われたら、まあそりゃまあ確かにってなっちゃいますよね。それこそライブサービス型のゲームであれば、サービス開始当初はコンテンツ少なめでもいいわけですから。まあとはいっても限度はありますけどね。最低限ユーザーが満足するだけのコンテンツは必要となりますけれども、まあでも基本プレイ無料であれば、おのずとその幅もやっぱり小さくなってきますよね。そうなると開発期間や開発費っていうのは結構抑えられるわけじゃないですか。そうしたサービスを開始した上で収益を得ながら徐々にゲームを拡大していくっていうやり方は、まあゲーム一本のねプロジェクトの運営としては割と成り立ちやすいのかなっていうのは、まあ、シンプルな想像ではありますけれども、なんか想像がついちゃうかと思います。まあしかしながら、毎年たくさんのライブサービス型のゲームが生まれては失敗していったりという形跡がありますよね。ワーナーブラザーズのスーサイドスクワットもそうであるのに、なんでホグワーツレガシー成功してスーサイドスクワット失敗したのにライブサービス頑張ろうってなっちゃったんだろう。君たちがやるべきはシングルプレイのゲームなんじゃないかい。ちなみに SIE はですね、ライブサービス型の開発を少しずつ少なくしていってるような報道がされてたりもしますよね。ワーナーブラザーズとは逆路線を言っております。っていうかワーナー今更それ言うのっていうところはすごいありますけれどね。もう何年も前からなんかライブサービス型いいよねってさ、どのメーカーもたくさん開発してるのに、今更なんか本腰入れてそれ言うかねっていうところもちょっとなんか違和感はありますけれどもね。もしくはワーナーブラザーズが所有している IP たちであれば、やがて成功するものを見つけることは可能だというふうに踏んでいるんでしょうか。まね、あえてね、これなら成功しそうだよねっていうものってでも確かにあって、ホグワーツレガシー、それをメタバース空間みたいにしてライブサービス型として統合しちゃうっていう風にしたらちょっと成功しそうだよね。だってすでにユーザーがさ2000万人以上いるわけですからね。もちろんシングルプレイのゲームはそのまま残しつつ、ホグワーツの学園内で、まあ、各ユーザーが競い合えるような何かしらのゲームが統合されて、それがライブサービスになっていけば、ひょっとしたらね大盛り上がりになる可能性あるかもしれません。まあ、そんなことが技術的に可能なのかどうかは置いといてですよ。まあ、いずれにせよ何らかのゲームが形となってくるのは数年後だとは思いますけれどもね。まあ、そんなわけでですね、この数日というか1、2日だけですごいたくさんのゲーム話題がありましたので、今日ちょっとそれをまとめてお話ししてみました。楽しいゲームの話題でね、みんなでワイワイと盛り上がっていきましょう。というわけで今日の動画はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。